はい、皆さんこんにちは。渡るぐるいちです。では今回は、三国志14、イゼルロン要塞に立てこもり、引きこもり生活、続きをやっていきたいと思います。で、前回までにですね、もうほぼ、この勝敗と可否は要塞か、まあ、差し詰め、イゼルロン要塞ですね。建設終わってますので、もうこれからはですね、他国にこびることなく、たとえ、孫権、袁紹、曹操が攻めてきたとしても、それをね、真っ向からこの要塞に立てこもって、迎撃するということをね、やっていきたいと思います。なので、今ある、同盟はね、もうこちらから同盟の延長はしません。向こうから同盟を延長したいと言ってきた場合にはね、延長しようかなと思います。では、引きこもり生活を始めていきましょう。まあ、あとはですね、ちょっとずつ、イゼルロン要塞をね、より堅牢化していければいいかなと思っています。では、時間を進めていきましょう。まずはね、引きこもりに必要な対応をしっかりやっていきます。まあ、引きこもりに必要なものといえば、やっぱり、食料、水、あと消耗品ですかね。もう今ね、コロナウイルスで、引きこもりというか在宅勤務というか、まあそういうふうになってる人も多いと思うんですけど、その時に必要になってくるのも、やっぱり食料、水。あと、まあインフラもね、もちろん必要かなとは思いますけどね。そしたら、勝敗にお金がちょっと足りなくなってきている？そんな様子があるので、会費から金を輸送しましょう。会費にある金、これを輸送してもらう。で、会費には趙雲が入ってるので、行ってきます。まあ、勝敗にはね、ヤン、張飛、関羽という紋章入ってますけど、まあ、ヤンは紋章じゃないかな。会費にもね、趙雲入ってますからね。ここはバランスよく、人を配置しておきましょう。で、ヤンはこのまま、建設を進めてもらう。でも、ヤンなのかな？ヤンよりも、ユリアンとかに任せた方がいいよね。ヤンはいつでも出陣できるように武将、兵を率いて、ちょっと考えておきましょう、そのあたりは。なので、ユリアンに建設する。もう建設できるところがね、正直言ってあんまりないっちゃないんだよね。なので、土塁なのか、何なのかというのはありますけど、ここは、気づけるところに、ちゃんと気づいていくというとこかな。まあ、もう、同盟をね、延長しないという時点で、海側を除いて、南北と西はね、敵に囲まれる形になりますからね。しっかりとそこは、防衛網を作っておかないといけない。いい部分にはなってくるのかな。あとはそうだね。兵数ももうちょっと増やしたいといえば増やしたいよな。さすがに。金ばっかり、増やしてきてましたけど。さあ、勝敗ですね。こちらが拡張できる。よし。拡張は即刻やろう。台まで持っていきたいからね。これで兵数のキャパがちょっと増えるかな。で、ヤンは一度戻しましょう。で、ユリアンには建設をしてもらい、代わりに、そうだな、張飛関劉備かな。劉備を出して、ここも建設に勤しもう。まあ、土塁ももちろん必要なんですけど、どちらかというとね、その敵を防ぐ、攻撃して数を減らす、まあ、そういう装備も欲しいですよね。
罠もまあ、今すぐ欲しいわけじゃないからな。どちらかというと、矢倉系。本当はね、トゥールハンマーに相当する。投石台を設置したいぐらいなんですけどね。ちょっとまだ投石台が設置できる状態ではないので、ここに弓矢倉だな。この劉備を支えて、光陵の敵に備えるのがちょっと厳しいかな。呪春に対しては道類と弓矢倉、まあ、ちょっとここ弓矢倉が少ないので防衛としては少し弱点にはなりそうかな。ここね。で、一方牧羊側はね、もうしっかり、道類と矢倉で防御を固めてあるので安心してられるので、南の光陵、呪春、あと北の北海から攻めてくる敵に、特に北海きついよな、準備をね、さらに進めていきましょう。要塞化。で、最悪火碑が落とされたとしても、勝敗の周りはさらに、防御を固めてますからね。ユリアンは、どうした？建設だ。ドリーだ。で、劉備は建設始めてるね。そしたらここももう一人出して、建設を進めよう。特に北海周りだな。ただここね、建設に適してない土地になっちゃってるからね。建設できるところがあまりないっていうね。ではちょっと建設をね、進めていきまーす。ちょっとこのマップ見ると炎章が急速に拡大してきていて、曹操がね、炎章と馬頭に、馬長かな、馬頭かな、どっちだろう、攻められていて、かなり苦しそうな状況ですね。で、曹操はどこに向かう？なんか出陣してきてるな。曹操は、一応、炎章と戦う、そういう形を取るのか、孫権と戦う形を取るのか、いずれにしても、曹操はかなり苦しそうだな。我々としては、炎章と孫権に備えておく必要があるね。で、曹操と孫権がぶつかってくれれば、その間に、さらに、引きこもりの準備ができそうです。炎章との同盟が、次の月で切れるという話ですね。もうこちらからは、同盟は結びに行かない。炎章とはね。もうここからは、本格的な引きこもり生活が始まるな。孫権とは11ヶ月あるので、まずは炎章に備えましょう。なので、画面でいう左側と上側ですね。ここについて備えを万全にしていきましょう。どうした？とは言ってもね、その先ほどもお話したように、この辺りは防御するにはなかなか適さないからな。承知した。原則こちらからももう攻め込まない。本当にね、もう引きこもりです。ただ、金とね、食料は引きこもりには必須なので、しっかりと内政もやっておきます。
朝日の戦力がちょっと足りないな、6000だと。せめて1万5000ぐらい欲しいよね。あとはまあ最前線に位置する場所に関しては、もう最優先でね、防御施設を作っていかなきゃいけないので、何炎章に奪われただと、すぐに取り返せ。炎章も仕掛けてきたな、早く。ただそちらがその気ならこちらも奪い取る。動くとするか。いや、いつ炎章が攻めてきてもおかしくないな。いやー、金を使いたくない。まだ金を使いたくない。そういう場面じゃない。本当に敵が接近してきたときに、策を使っていきましょう。炎章もここまででかくなると、ちょっと手がつけられないよな。あとは地域怪獣とかをして、なんとか。我々のね、場所を増やしていきましょう。金を使って。動くとするか。敵のね、手足を地味に萌いでいくと。よし。まあ、お互い様だからね。地域開示はするぞ。攻めはしない。兵は出さない。が、心得申した。怪獣は行う。これはね、イゼルロン要塞にこもっていても、全然、ね、やってもいい話ですからね。うわ、取られてるよ、お前。何してんだよ。こういうの本当にやめてほしいよ、孫権とかさ。ちょっといい加減してほしいよな。お任せください。取り返すからね、この辺りも。さあ、炎章にちょっかい出すのはこれくらいにしておきましょう。とはいえ炎章がね、攻めてくるとも限らないわけですから。どうかしたか。では一度戻しましょうか。承知した。ユリアンは建設が終わってるな。よし、いい感じでしっかりと要塞化が進んでいる。そしたらユリアンも一度戻しましょうか。もう要塞化できる場所もないでしょう。で、孫権との同盟が切れたら一気にこの辺りもね、争いの主戦場になりかねないので、兵を出せるように準備はしておきます。ではまた時間を進めていきましょう。炎章が死にましたね。こ
これで流れが変わるともちょっと思えないので、しばらくはね、円家の台頭が進むんじゃないかなと思います。ぐれぐれもだはっ。お、ラインハルトがいるな。上昇。いやー、ラインハルトが攻めてきたらきついよな。しっかり病んで撃退できるようにしとかないと。まあ、ただ、炎章は今のところ、曹操と戦うので、精一杯だろう。ではまた時間を進めていきますね。はい。そしたらですね、ここで、炎章ではない、もう炎丹ですかね。炎丹軍、神秘が、我々の弓矢倉を破壊しにやってくるという気配を察知したので、これを迎撃するべく、まあ、一番最寄りの長軍を出しましょう。宝屋の陣。まあ、一番ね、足が速い宝屋の陣。3000の兵を率いて、この炎丹を攻撃する。あくまでも防衛です。頼むぞ、長軍。で、あとね、どうしても人材が足りない、人が足りないという状態なので、人をね、推挙してもらうようなものがあれば、即刻使いたいんですが、いない。であれば、探索して、人を探してきてもらう。どうしても人材がいない。今、16人、まあ、武将がいる状態なんですけど、倍欲しいですよね。まあ、倍は無理でも、せめて20人ぐらいは欲しい。吉報です。さあ、弓矢倉を破壊しに来た貴様を叩く。炎章がいつ攻めてきてもおかしくないからな。炎章と開戦した状態ですね、事実上。いやー、引きこもり生活も楽じゃないな。結局引きこもる場所が悪いからね。三方敵に囲まれてるっていう状態だから。そう、逃がしたが、ここにすぐに再び矢倉を立てる。本当はね、トゥールハンマーに見立てた。ご命令を。投石台を作りたいなっていう感じなんですけどね。弓矢倉を設置してまた退却させましょう。水挙、水挙来てくれ。水挙はない。水挙が欲しい。水挙がないなら探索で武将を見つけてきてもらいましょう。では時間を進めまーす。はい、そしたら神秘に、また北海から来てるので、これを撃退していきます。2500、ちょっと兵の数は減りますが、
急ぎ攻撃しに行きましょう。また櫓を立て直すのも金がかかりますからね。そうはさせまいと、まあ、ただ金もないな。武将が欲しいな。なんとか武将が欲しいですね。では参ります。ちょっと引き抜きとかも積極的に仕掛けていきましょうか。そしたらですね、ついに袁紹が本格的に攻めてくる気配ありということで、陣をね、建設しようとしてきてます。我々の近くに。なので、これをね、させまいと、いう風にしていこうかなと思っています。ここにね、3部隊。まあ、合計で1万、5、6千という軍勢ですかね。なので、これと、まずしっかり戦いましょう。趙雲を、急ぎ、派遣。何用でしょう？さらに、勝敗からも出す。勝敗からは、関羽張飛は当然なんですが、ヤンがいない。いやー、ヤンは今、罹患策のために、出払ってしまっている。しまったなー。まあ、ここはじゃあ、関羽、5000。関雲長頼むぞ。兵糧の数もね、そんな潤沢にあるわけじゃないので、ここも4000かな。一騎打ち、張飛の一騎打ちで敵を打ち減らしてもらうしかないな。はい、というところでね、いよいよ大勢力袁紹がこのイゼルロン要塞めがけて進軍を仕掛けてきているので、しっかりね、防衛をしていきたいと思います。ではね、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、この引きこもり生活続きをやっていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。